後ろ側の方に行こう。はい、ではお願いします。なんと高橋選手のお父さんは現在でも博楽でレッスンを受けていただいて先ほどなんと添田選手のイベントに混ざってましたね。親子でラリーしちゃってるんです。おお、さあ高橋選手調子はどうですか。あ、調子いい、あ、調子いい。高橋選手は現在ね、湘南工科大学附属高等学校の1年生です。なんと、先ほどご紹介した小山コーチの後輩になるんですね。小山コーチどうですか。あ、僕より強い。あ、それはね、もう当たり前ですね、もうね。さあ高橋選手、やりたいことやっていいよ。おおおお、みんなどう。じゃあラストいきましょう。ありがとうございました。皆さん、すごいラリーでした。